はい、激辛マニアユッキーでーす。今回食べていく、激辛カップラーメンはこちら。激辛、うまラーメン。こちらはですね、韓国のナンバーワン辛ラーメンメーカー、辛ラーメンか。辛ラーメン作ってる会社ですね。うん。まぁ、あ、ちょっとまずそうなんだけど買ってみました。まぁ、あ、うん。辛ラーメンはね、あんま美味しくないですよ、あれは。まあさすがチョンジンという感じでしょうか。うん。まあまずかったんですけどね。激辛ラーメンのうま。癖になる辛さ。ね。入っております。それではね、早速、どこが激辛なのか、ね。食べていきましょう。おっと。はい、ユッキーでーす。はーい、ユッキーですー。どうもー、ユッキーですー。ということで、これね、持つ部分がね、これね、あれなんですよ。紙なんで、すげえ熱いんすよ。熱、マジで。じゃあ、いただきまーす。あんまりしょっぱくない。これ塩分控えめだな、これ。うん。日本のラーメンに比べて、カップラーメンに比べると、あんまりしょっぱくない。うん。で、独特のなんか風味がある。なんて言うんですかね。なんかこう、ちょっと違和感がある。ちょっとなんか、変な味。熱っ。熱い。マジでこれ熱い。で、辛さとしては全然辛くないですね。うん。ちょっぴり辛いかなーっていうぐらい。うん。原産国が韓国です。まあ俺韓国と中国と北朝鮮は大嫌いなんで、三つ一番嫌いな国、これら三つですね。絶対に、韓国と中国と北朝鮮は行きたくねえな。うん。逆に行きたい国ナンバーワン。ね、アメリカのハワイ。ハワイのヌーディストビーチあるかわかんないけど、アメリカの死ぬまでに一回は行きたいヌーディストビーチ。うん。これですね。死ぬまでにヌーディストビーチ一回来てえな。うん。ね、やっぱり男ならやっぱヌーディストビーチ行きたいっすよね、一回はね。うん。
はい、じゃあスープいただきます。なんかやっぱおかしな味するんだよね。なんか何か変な味がする、うん、なんか外国のあのいわゆるさアメリカのさあのねハワイとかあの知人が行ったんですけど、それのお土産みたいなので、あの昔チョコレートをもらったことあって、マカダミアナッツのチョコレートをもらったことがあるんですけど、恐ろしくまずかったです。もうあれでもうね、恐ろしいほどまずい。やっぱ日本のさ、やっぱなんか味覚に合ってんだろうな。アメリカ人のね、味覚はちょっとどうかしてるっていう感じなんですよね。まあそれと同じで、なんか韓国の味覚もちょっとなんかえぐい。なんかえぐいっていうか、えぐいっていうか、なんかおかしいんだよな、味が。ああ。変わった。味わいなんですよ、なんか。これは何なんですかね。でさ、もらいもんだからさ、仕方なく全部食ったけど、恐ろしいぞ、あれ。あの変なハワイのさ、チョコレート、マジでクソまずいもん。あんなの二度と食わなくていいわ、マジで。日本のマカダミアナッツチョコレートの方絶対美味しいよね。うん。まあ、やっぱ文化というか、ね、まあ人間、まあ、の違いなんですよね。白人と黒人と、ほら、あと黄色人種、俺らね。まあ、まあその人類のその味覚みたいなのもあると思うんですけど、まあ地域差にありますよね、地域差ね。やっぱ国が違えばやっぱ味覚も変わってくる。うん。うん、やっぱあんま美味しくないよね。うん、暑い。うん、でも、まあ、スープを飲むと結構、あの、辛く感じますね。うん。まあでも、ちょっとやっぱり、まあ変わった味がするんで、まあもう食べなくていいかな。うん。もう二度と食べなくていいかなっていう感じ。うん。まあ、韓国ってなんか本当にキムチとか、ねえ、まあ、韓国産のキムチとかあるんですけど、すげえまずいんですよ。韓国のやつはね、まずかったりするんだよな。いわゆる日本で製造されてるキムチだったら美味しいんですけど、なんかとんでもないまずい、結構キムチって当たり外れあってさ、本当にとんでもなくまずい時があるよね。あれ何なんだろうな、あれ。やっぱ、韓国で製造されてるやつだと、だいぶ味がその韓国寄りになってるから、日本人に合わないのかもしれないし。あと僕自身がキムチは酸っぱいのが好きで、あの、いわゆる買ってきて、もう蓋を開けて、もうそこら辺にこう置いとくんですよ。3日ぐらい置いとくと、あの発酵して、あのあれ乳酸菌だから。
ね。乳酸菌食品っていうんだっけ、キムチは発酵するんで、それで発酵させて、まあ、食べる。そうすると酸っぱくなるんですよね。うん。だから俺酸っぱいの好きなんで、キムチは酸っぱいのが好きで。そういうのだったらいいんですけどね。うん。まあ大体待ちきれなくてそのまま食べるんですけど。そのまま食べると本当にまずかったりする。まあだから最近はもうあれですね。まあ最近野菜のさ、値段がさ、すげえ上がってきてるじゃないですか。夏がすごい暑いから、なんか、ね、作物がね、焼けちゃったりとか、そういうので被害にあって、すごい野菜が、高騰してるんですよ。まあだから白菜とかもちょっと高いですからね。キャベツとかも、レタスとかも高くなってきましたから。半年前ぐらいにそれさ、またあったじゃん。半年ぐらい前に。今年の冬もあったじゃん。なんか、うんちゃらかんちゃらで、何が影響だか忘れたけど。レタス一玉600円とかさ。誰も買わねえっつ。まあだからあれですよ。自分でキムチの元、桃屋のキムチの元を使って、それで自分で作ったやつが多分一番うまいかな。うん。だからもう最近はあんまり当たり外れがあるキムチは買わないですね。もう自作する。はい。完食です。これは、辛さ度数、40。ご視聴ありがとうございました。